どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう、甲子園艦隊物語、ガンガン進めていきますよ。こうなったら、今回は大会があるのでね、おそらく、はい、どうしようかな。じゃあ、熱血あ松島かな、松島、はい、松島プロ入りに近づけておこう、一応ね。はい、で2が来ればいいな、これ。1が、まあ、うん。特訓、ああ、外野守備できるんだったらいいね。外野守備ちょっとうまくさせよ、そのまんま。しばらく。で、3でまずやって、ほい。スポーツの秋。これで1やれ、いや、1で特訓しての、のやり方がいいですから。はい、体育祭。特に目立った人はいないと。あ、何？ちょ、待って、セリーグは中日、パリーグは西武。へえ、なるほど。それ面白い展開ですな、確かに。ほい。で、桃、香川、松島。どうしよっかな。信頼度のことを考えて、加賀で行きましょう。はい。何を鍛えるか。内野安打。内野安打か。ま、走塁、アベレージヒッター、秋男。そんな加賀って確か頭良くなかった気がするんだよな。確かだけど。書いてあるか、これ。学習、みたいなやつ。書いてないか。じゃ、とりあえず、バント上手くなってくれ。ものに厳しいか。まあ、いや、信頼度大事。うん、少し上げてこう。で、2のスローイング。何かアイテムください、いいやつ。外野守備範囲広くなった、いいね。おい。おーい、癒し CD 交換券。ありがたい。アイテム。癒し CD 交換券。グランドレベルアップ。で、練習シーンしましょう、ちょっと。はい。外野手守れるようになったので、とりあえず、総力を上げましょう。っていう感じで。OK。これだけ。じゃあ一気に腕立て腹筋で底上げだよ。うわー、前評判 C か。津山翔子。なるほど。あー、なるほど。4勝2敗で優勝すると。こっちはどうなんだろう。一回でも勝てば甲子園の可能性が出てくるんだよな。あ、いいね、テンション。そう、テンション大事。疲れも取れる。そしてドラフトもあると。さあ、前評判 C の津山翔吾。C だったらワンチャン下克上あるから。行きましょう。ほい。さあ、ここで、今結構テンション高いよ、みんな。はい、地区大会頑張りましょう。勝てば甲子園めっちゃ近づくはず。張り切ってな3人。桃、昇格、ミカサ。どうしよっかな。とりあえず、じゃあ、桃で。はい。桃でいきます。お、いいね。赤木絶好調。いいじゃん。他は？ちょっと野手見て。加賀外野手だから、なんか変えられるんじゃないかな。どうしよっか。能力的にも正直、加賀の方がいい気がするんだよな、これ。じゃあちょっとね、これ、柳と加賀を変えます。少し。こっちの方が、で、それで昇格を9番にすれば、まだ、バッティング的な可能性は残るんじゃね？打率すげえな、ヒノキ8割って。まあそうですね、これで行きましょう。難しいな。割とでも、まあ、うん。これで行こう！問題なし！オッケー！最高、相手はどんな、前評判し、気持ちね、なんか、とは言って実は見かけ倒しの D とかってのが奇跡なんだよね。そうだったら俺も甲子園見えてくるんだよ。奇跡的な。逆に、実は B でしたみたいな。それだと困るんだよな。岡山の津山商工との試合ですね。行きましょう。大日本海洋。うわー、なんか強そう。智弁和歌山みたいで超強そう。智弁和歌山は C か。さあ、どうだ。うわー、校舎だった。いやー、でもこれ俺ダークホースだから俺。うん。きっといけるさ。信じようぜ。仲間を。行こう。桃。ミート、身長、あって、相手能力。土井ってこれなんか、どうなんでしょうね、スコア。投手データ。うわ、いいピッチャーだな、おい。普通にいいピッチャーっていうね、須田。ああ、そう、ナックルボーラーもいるんだね。岩井。力配分、そんなこと関係なさそうだけどね、見た感じ。ああ、なるほど。バッターはどうなの、これ。うわー、諸星。西田。ああ、なるほど。多すぎ？やっぱ天聖 OB だよな。そんな気はしてたよ。で、土井がいて、有村。ほう。片桐。相葉。で、高田。
転生プロ1人、転生 OB1 人って感じかな、おそらく。サーブだって見た感じそうですもんね。オッケー、行きましょう。プレイ。とりあえず、じゃあ、格上なのは分かったから、まずはちょっと、ミート打ちして、しっかり。うん、しっかり確実にボールを見ていこう。いいよいいよ、そう、相手ボール先行だから。よっしゃ、よく見た、いいね。そうそう、そういうの大事。よー、おーで、取られ、めっちゃ取られてる。4点 ?4 失点か、まさかの。マジかよ。ちょっとやばいな。でも結構フォアボール当たってる気がするんだよね、なんかやり方として。引っ張り。頑張れ。同意4回にして40、あー、いいよいいよ、そう、ボール先行してる。よっしゃー、いいね。よく見た、おっと、あー、ダメかー。残念。さあ、あー、ピンチか。まさかの4失点。大炎上じゃないか、赤木。ちょっと、もうちょい行きますか。こうなったら、はい、行こう。やばーい。いやー、怖いな、ちょっと。よし、ストライク、いいね。よし、よく押せた、いいね。4番を歩かせよう、多すぎ。1年生で、これか、ちょ、敬遠。はい。さすがにちょっとね、転生 OB とは戦えない。で、あるい埋めてからの勝負で。ピッチャー。あ、でも今日2安打か。とりあえず打たせて取れ。いやー、怖い。頑張れ。追い込んでるよ。1球でもストライク。よっしゃー、よく押せた。よし、ナイス。さあ、そして、1点でも入らないか。何かこう、あればなと思ったけど。行きましょう、モモ。ミート積極引っ張り。よーい。頑張れ。強振はちょっときついと思う。ツーツー。よっしゃー、ちょっと弾道、あ、意外とポテンがあるかも。ダメかー。弾道が高すぎたな。うわ、やばい。5対0か。結構点差が。かが。行きましょう。強振像。使うよ。せめて。もうこうなったらもう宝の持ち腐れはしない。ミート身長の、お任せ。信頼度低いからお任せって当てになんねえか。引っ張り。そしたら。頼む。よしよしよし、あー、惜しい。当たりはいいんだよ。あの勢いだよ。よしだー、ゲッツーか。マジかー、ここに来てゲッツーはまずいって。いやー、マジか。最後。あー、ピンチ。はい。こうなった。松島に変わってるね。わかりました。じゃあ、ラッキーボーイ発動。あー、でもこれ9、ワンチャンこれ、先頭に戻ってくる可能性大だから、それで使うべきだった。いやー、これはセンター。ま、意外と？おーしゃ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 。ワンアウトランナー1塁。これで9番、高田。あ、お、転生 OB だ。あ、転生プロか。ま、いいや。どちらにせよ何とかしましょう。とりあえず、変化球中心、ゲッツーシフト打たして取れ。伝令使い損ねた。使おう。盛り上げて守備に気合を入れる。守備に気合入れるって大事だから、そういうの。本当に。うん。しっかりここ押さえましょう、こうなったら。打たして取れ。頑張れ。いったー！ナイスキャッチ！ナイスキャッチ！うわー、さすが！気合入れてたおかげですげーやってくれた。伝令、もう一回。じゃあ今度は、はい、調子アップ、マシマの。うん。そう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 。頑張りましょうか。さーて、やることはやった。あとはもう、運を天に任せるしかない。できればストライク入れてくれ。やばい、歩かしちゃダメよ。よし、ツースリーフルカウント。セカーン。しかし最初の4点がでかいな。9番からのスタートか。昇格。くせ者。粘り打ちいいね、粘り打ちいい。はい。じゃ、ミートの、慎重、積極的に行った方がいいかもしれない。引っ張り。頑張れ。期待してるぞ。昇格。よしよし、当たりはいい。ただ伸びない、伸びないか。かなりいい当たりだったんだけど。うーん、ミカサ。うん。闘魂、パワーアップ。でもミート、あー、まったい。積極でいこう、積極。の引っ張り。当たりは飛ぶ。当たりは飛ぶんだから。いやー、これは消極でよかったな。はぁ、采配ミスだ。仙台。代打すか、代打。あー、でもいねえや。あー、じゃあ勝負、このまま。強心臓。使わないよか、もう使うさ。あ、待っ
ったー。うわ、危ない危ない。身長、うん、身と身長の流し打ちだ。頑張れ、追い込まれた。攻めて、よし、抜けないかー。うわー、負けた。やっぱりこう、くそー、全国への道はまだ遠しか。惜しかったー、かなり。いや、これショックだわ。ちょっと待って待って待って。また弱小に戻るとかねえよな。急にそんな、だって、これもう二度と上がれないよ。そしたら、ここで弱小に下げられちゃう、本当に。勘弁してくれ。頼む。お願いします、お願いします。はい。評価下がるな。やばい、怖い。ああ、よかった。ああ、怖い。はい、というわけで、なんとかなりましたね。あ、練習試合か。あ、でもこれ土曜になっちゃうから。じゃあ、ベンチプレスで。はい。さあ、ドラフトだ、次、ドラフト。誰か指名されるかな。はい。おー、パワーが上がるね、やっぱりみんな。はい。効果的な練習。で、じゃあ行きますか、ドラフト。あ、なんで、5使おう。5で行く。はい。はい、いいね。あと、文化祭もあるな。はい。地区大会決勝戦。柳井実業高校。なるほど。はい。柳井か。まあ、いいや。はい。お、柳盛り上がった。いいね。さあ、ドラフト。誰か指名されるかな。一人でもいいんだ。一人でも指名されてくれりゃ、チームとしても盛り上がるんだが。はい。お願い。ドキドキしますし、本当だよ。さあ、お願いします。ドラフト会議。2017年度、ドラフト会議。はい、始まりますよ。第1回選択希望選手。まあ、いないか。第2回、いる？ああ、ダメか。第3回。いない。第4回。どうだ。やばい。買い占め。せめて。一人でも来い。一人でも。よし、来たー！柏だ！柏が来た。おー！やったー！テンションアップ。おー、いいね。顔つき変わったね。確かに。かっこよくなった。うん。まあ、もともと結構かっこよく作ったんだけどね。やったー！いや、これは嬉しいわ。ほんとに。お、いいね。マシマが、あ、マシマが期待されてる。なるほど。へえ、それ楽しみな。おい、変化球投げ込み。もうスライダー変化量上がりましたね。あ、え、なんで盗塁の？違うよ。逆だ。なんで投手がそれをやるんだ。普通逆じゃないか。進路相談はしといた方がいいかな。とりあえず。あ、その前に11月、ノベンバー。さあ、見ていきましょう。あ、変化球かなり磨けたな、マシマ。オッケーオッケー。じゃあ、球速。うん。で、変化球磨く。もうちょい。もうちょい。で、そして、球速上げていくと。基本140は投げられるようになってほしいな、それなりに。で、それで補給アップ。あー、良くなったじゃん、だいぶ。じゃあ、守備。うん。で、走力アップ。あー、良くなった。あ、でも、かがキャッチャーエラーしてほしくないから、ここは、補給で。で、ミート上げて D ぐらいは欲しいわ。で、肩が上がってきた。はい。で、肩。うん。で、走力 D。いいじゃん。ちょっとずつ成長してきた。じゃ、ショートも一応ね、こう、肩必要かな。で、肩アップ、比叡。じゃ、パワーにすっか、パワー。うん。弾道も触るんだったらパワー使いましょうよ。せっかくなんでね。で、それでパワーアップ。よく、柳ミートだな。はい、オッケー。これで問題なし。さあ、文化祭は何かいいことが起こるかな。ちょっと楽しみなんですけどね。おい。あ、校長から差し入れ。いいね。疲れ取れる。これ大事。これが大事。疲れ取れるっていうのが。癒しのひとときは、これ使えれば使いたいですけど、まあ、まずは進路相談かな、ここは。おい、じゃあ、八百屋さんで。パン、あ、スカウトでもよかったかな。まあ、どれも同じか。おい、あ、いいね。いいね。ちゃんと練習効率上げん、大事。3の癒しのひとときか？はい。で、練習試合申し込みましょう。じゃあ、そろそろ。うん。はい。癒しのひととき。回復。なんかいいことが起こるんだよね、これで。多分。さあ、どうだ。おー、弾道経験値。あ、いろいろ経験値増えたね。で、はい。じゃあ、次の土曜日、練習試合お願いします。どうしようかな。じゃあ、
ここにしよう。人石大夫。問題ない。はい。よろしくお願いします。来週、今週の土曜日、試合ですね。やった、いい具合に2が来た。さあ、スクワット。基本的に特に変わらないかな、なんか、スタメンというのや、ちょっと変えるか。変えましょう。起用設定。加賀が、ちょっと守れるようになったので、柳と切り替える。でも打率そんな良くないんだな。盗塁技術いいんだったらこれ、ダイソー要員とかで、あんま走力ないな、そう言うて。まあ、頑張ってもらうしかないな。あ、じゃあ、加賀ちょっと試しに2番にしてみよう。ミートもあるし。そうですね、それでいこう。うん。で、ちょっと、チャンス C っていうのが魅力的だな。どうしよう。こうか。こうだな。うん。これでいこう。オッケー。さーて、あとは問題なさそうですね。というわけで、次回へ行きたいと思います。次回は練習試合、お楽しみに。じゃあね。うらー、この野郎、この野郎、この野郎。あ、ごめん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 。あ、ごめんなさい。悪意はないんだ。やべやべやべ。やべ、審判にめっちゃ怒られる、こんなやつったら。よし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 、とりあえずダメージどんどん与えて。うわーやばい、うわーやばい、うわーやばい、おこかんがー、俺の、俺の、